新たな歴史を築き、日本中世界中で数多の熱狂を生み出した2018年、新日本プロレス激動の1年を振り返る。ハイライトオブニュージャパンプロレスリング2018。踏み出す勇気を皆様に与え続けていきたいなと思います。内藤を捉えた。ボンソウジャータイジン石森金足ヨシ強かったよ。史上初12度目の IWGP 防衛。みんな見たか、これが俺たちのスーパーデビュー。まだまだ見たぜ、楽しもうぜ。カウントがいる。ないと新日本のリーダーで前を進みたいと思ってます。落とすだけはプロレスじゃねえんだよ。ヘリー見とけ、俺を見込みんじゃねえってよ。ロープを上げるのは柴田勝頼だ。一体完全復活で逃げるんじゃない。ケニーオメガという男、石井智弘という男、打ち破るのは格も難しいのか、格も遠き道なのか。俺は聖帝コビン帰りに権利書は渡さない。はい、行くぞ。 Please wish the switchblade New era。 ロス・ビンゴ・メル・ナーブレス・デ・ハモン下道、邪道、そしてジェイ・ホワイトがバレットクラブ OG に加入。 IWGP、 そのリングになんと3人が立ちます。
ケニー君、俺は怒ってるよ。ここは新日本だから。4日、東京ドームが世界の熱狂の中心地となる。心震わす最高の舞台へ、プロレス冬フェス 1.4